先生、そろそろ見えてくる頃合いだ。九段の族が根城にしている廃島、正しい名をコナン島という。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの島は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。ええ、おっしゃる通りです。よくご存知ですね、ギルベルト殿。いえ、そのご冗談を。なあ先生、道中近くの村落の様子を見たか。賊に襲われたのだろう。ひどい有様だった。あれでは今年の冬は越せまい。もし彼らが今日生きる糧のために略奪を働いているなら、俺は彼らを責められない。だがあれは、あんなものは違う。あれは己の快楽のための略奪だ。たとえどんな理由があったとしても、あんな行いが許されてはならない。決して。あんな野郎のために怒るだけバカバカしい。労力の無駄ってもんですよ、殿下。シルヴァン、遺産を盗み出した族の頭は、拝借されたとはいえお前の兄なのだろう。奴はもうゴーティエの人間じゃない。ただの、たちの悪い族の頭目です。本当に後悔はないんだな。後悔だって本当今更、勘弁してくださいよ。それにほら、ダメな兄貴の尻を拭ってやるのは弟の仕事ですから。そろそろ軍議を始めよう。この雨、多分嵐が来る。急ぐぞ。この気配が濃くなってきました。そろそろ最上階なのでしょう。族とはいえ、相手には英雄の遺産がある。くれぐれも気を抜くなよ。俺に遠慮はいりませんよ。兄上の悪行も今日ここで終わりだ。どうする？切り込むか。父さん、行けますよ。はい、頑張ります。うん、行けます。私ですか。ええ、行けるわ。はい、出ます。出るぞ。焦らず戦おう。Thank you.
悪い悪い。野郎ども急げ。開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。されてはいない。今を引こう。この経験は糧になる。
次はまとめてかかってこい。ありがとうございます。会いに来るよ。ありがとう。暇はない。なんと、隠し部屋に賊が潜んでいたか。確
加減すべきだ。さて、次に行くか。ありがとうな。頼ってくれて。礼を言う。油断はしないで。ほっとけませんね。逃がさない。これは手本にならないね。悪いが諦めるこったな。この感じ。私ですか？ありがとう！助かった。はい、頑張ります。次の敵に備えないと。理想には。ありがとう。はっ、切り込むか。悪く思う。少しは成長した。焦らず戦おう。Yeah!
買ってきたみたいです。頑張るよ、僕。どうさ、いけますよ。うん、いけます。せよ
い。せっか。終わったか。次は誰だ？俺はまだ。助ける。これでダーだ。注意して動かないと。
ありがとうございます。注意してください。もう終わりなのですか。これはまずいな。助かります。ありがとうございます。出るぞ。ここまでやれば。歯ごたえない。警戒が必要ね。無事に勝てましたか。さらに磨きをかけ、槍を奪おうってのか。殺してやる。全員ぶっ殺してやる。やっはっ。何しに来やがった。無償持ちのお嬢さんがよ。破裂の槍取り返しに来たんだよ。尻を吹かされる俺の気持ちにもなってくれ。はっ、さっさと死ね。貴様さえいなけりゃ。そのセリフはもう聞き飽きたぞ。そろそろ黙ってもらおうか。
ガキの分際でやるじゃないか。嘘だろ、あの化け物が兄上だってのか。あの姿は、あの主、これが英雄の遺産の力なのか。こんな禍々しい獣が。こうなってはもう終わらせてやるしかないか。
礼を言う。手伝う。始めるか。崩れて中からマイクランと槍が。終わったか。槍を回収して引き上げよう。兄上。まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。だからこそ回収を急いだのです。結果的には間に合いませんでしたが、槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。それはどういうことですか。失礼します。レア様、我がゴーティエ家の遺産を取り戻していただいたことを感謝します。そのどうかその槍を私に授けてはいただけませんか。父の許しは得ています。次代のゴーティエ家当主として二度とこのような不祥事を起こさぬと誓えますか。はい、家の名に、そして兄の命にかけて必ず。良いでしょう。ですが一つだけ、決してあなた以外の者にこの槍を振るわせてはなりません。その金を破った者の末路はあなたの兄がしかと見せてくれたでしょう。はい、肝に
命します。謁見は済んだのか？お疲れ様、先生。少し考え事をしていただけだ。なあ先生、昔からファーガスでは遺産と紋章の有無が重要視されてきた。マイクランのように紋章を持たないために家督を継承できなかったものも珍しくはない。俺の叔父もそうだ。王の長子でありながら王位の継承権を得ることはできなかった。王家を含めて実血の紋章を継ぐ家はどこも同じようなものだが、中でもゴーティエ家は家督の継承に際して特に紋章の有無を重視する。彼らにとっては紋章の力が必要なものだからだ。王国の最北に領土を持つゴーティエ家は長きにわたり北方の民と戦ってきた。その当主には紋章の、そして遺産の力で強大な外敵から領民を守る責務がある。それが本来特権と引き換えに王国貴族が担ってきた役割だ。ある意味ではな。とはいえ能力の優劣は紋章の有無だけで測れるものじゃない。紋章がないからとマイクランを拝着したゴーティエ辺境伯は間違っていると思う。だが長く続く慣習にはそれだけの理由があるものだ。仮にこの世の誰もが紋章を軽んじるようになればどうなると思う？紋章を継ぐ血はすぐに淘汰され、脅威に抗うための刃も錆びついてしまうだろう。長年繰り返されてきた議論だ。誰もが正しく誰もが間違っている。紋章を持つ者も持たない者も互いの力を認め尊重し合うだけでいい。紋章だけじゃない。血筋も民族も信仰も主義や思想でさえも同じことが言える。一歩ずつ譲り合い認め合うだけでいい。それができるならの話だがな。どうしても認められない何かを誰もが持っている。俺もきっと先生も。何かを切り捨てることと受け入れること、どちらが簡単なんだろうな先生。難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて翌節の課題について伝えますが、大司教！セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？そうか、どこを探してもいないのだ。一体どこへ？何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ私はどうすれば。
セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。